はい、こんにちは。レック専任講師の矢島です。まあ、今回、あの、2021年のね、えー、司法試験の合格を目指してね、勉強されてる方に、まあ、向けてですね、えー、まあ、私のね、講座の,あのご案内をね、えー、いたしたいと思っております。まあ、この動画を、まあ、見てくださってるということはね、まあ、なんか多分、あの、私の講座の方に興味をね、持たれて、あの、見られてるんじゃないかと、まあ、思う、思いますのでね、まあ、今期ですね、えー、新たに、こう、来年の試験向けに私の方がこれから作っていくね、えー、講座のちょっと概要をね、えー、ここで簡単にご紹介しようとね、えー、思ってます。で、後で、あの、レジュメをね、 あのダウンロードできるようにあの、えー、しておいてもらいますけれども、まあ、あのダウンロードできない方はちょっと画面に、ね、レジュメを移していきますので、まあ、ちょっと画面見られる限度で、ね、ただちょっと画質が <laughs> もしかしたら悪いかもしれないので、ね、ちょっと見,え見えにくいかもしれないんですけど、まあ、申し訳ありません、まあ、口頭で、ね、ちょっと補充しますので、えー、ご了承いただければと思います。でえーですねまあ、こちら、えー、今期、えー、2021年の、ね、合格 に向けてですね私の方で作る講座ですけど、まあ、1個目のブロックですけど、まあ、毎年あの私の方は、ね、テキスト講いや講義全面改定してますので、まあ、最新の,、えーそのね、判例とか法改正には対応しているので、まあ、そこはあの心配、えー、しないで大丈夫です。えー、それから、えー、2つ目のブロックのところなんですけどもこれはねあの特にこ,うこれから何をねどういう順番で勉強したらいいのかが分かんないんでっていう、まあ、ちょっと受験生に向けてね、まあ、最低これだけこ,うこの講座だけを受講してもらえれば、まあ、合格するのに必要な、ね、知識が身につくんだっていうね ま、そういったものはあの用意してます。で、1つがその丸1でね。矢島の即死インプット講座で、この後丸2で矢島の論文完成講座、そしてこうね。丸3で矢島のスピードチェック講座、そして今度丸4のところで矢島の最新学問山手講座っていうのを用意してます。で、それぞれあのどういうものかっていうのを簡単にご紹介しますと。 まずこの1の、ね、矢島の即習インプット講座ですけれどもこれはの合格に必要な基本知識や重要判例をまあ体系的に、ねまあ、確実にまあ習得してですねで特にこの講座で重視しているのはあの正確なな理解なんですね、まあ、基本知識もうなんかこう表面的に聞きかじったようなあの勉強してし,しまっ あのしただけだけと結局あの本番の試験でねそれを応用ででできないんですよね本番の試験で単に知識聞くだけではなくてまあ担当試験でもあの論文試験でもたねこう多少の応用ができるかどうかぐらいのところはあの必ずこう出していかないとねまあ合格点つかないわけなんですけどもまあそういう応用ができるようにねそのきちんとした理解をねする。 ことをね目的にあのこちらの講座あのやってますでこれ講義の時間なんですけどもまあこれ必修七科目でねこの全部で百二十六時間で一回の講義あの三点五時間まあ要は三時間まあ三十分ですねで全部で三十六回ですで昨年度まではあの一回三時間の講義で回数は一緒で三十六回だったんだけど今期はあの一回あたりの講義三十分 まあ伸ばししてててそこであのちょっっととより丁寧なね講義をいいいきたういいうふうに思ってますね、まあ、会社の方にお願いしてあの今期時間を増やしたやつもあの受講料を上げないでくださいっていうふうにお願いしてるんでね、まあ、あの別に受講料が高くなってるわけじゃありませんのでまあそこもあの心配しないでいただきたいんですけれどもね、まあ、ちょっとこう30分まあ伸ばしてねで本当にこうまあ最近の問題はねあの結構手が込んだ問題が多いからね論文試験なんかでもねなんでまあ本当にきちんとしたそのね応用力っていうか理解力をね身につけて本当にこう初めて見る問題にしっかり応用できるようにねする その素養をね、まあ、この即進プト講座矢島の即進プト講座のところで身につけてもらおうというふうに思ってますね。まあ、実際に使うテキストはこれあの昨年度の講義のものなんでね実際今期の講義用にこれから改定全面2021年の合格向け目標向けに改定しますけどねこんな感じのまあ比較的 小さめのハンディなね、サイズのものを使って、まあ講義をね、してます。そして、今度ですね、矢島の、論文完成講座丸二のところですけれども。まあ、これは、あの、インプットしたね、基本知識を論文試験のね、事例処理を通じて答案の。まあ、形に、まあ、するね、のに必要な、まあ、法的思考能力ね。まあ、それを、まあ、習得するための、まあ、講座ですね。 でまあ、私の、ねえー、作成した回答例をまあ題材に、まあ、してですね、えー、でそこでまあ論文の書き方をこう学んでもらうということになってますね。で特にまああの司法試験は取、ね、材の誌毎回あの論文試験って取材の誌のほかに採点実感というのをあのこう、ね、試験講座員がこう出してくれてで、まあ、法務省のホームページからダウンロードまできますけど、まあ、特にこう、ね、あの試験講座員がど何をどこう、ね、受験生に求めてるのかというのは採点実感に書いてあるので、まあ、それを必ず、ねえー、こう参照 えですね、その採点実感をこう、まあ、きちんとこう、ね、踏まえてで受験生がどんな答案を求めてるのかある,あるいは逆にあのどういう答案が良くないのかっていうのも採点実感でこう示してくれてる時があるんですけど、まあ、そういうこともこうこう抗議しながらね、まあ、本当にこうコー員が求めてる答案っていうのがどう,うどういうものなのかっていうのをちゃんと分かってもらうようにね、まあ、抗議を、ねえー、していく予定になってますね。 ま、実際にあの使用するテキストはまあ矢島のメイン問題集と。あと矢島の補強問題集っていうね。ものを使っていくんですけどね。ま、メイン問題集なんかだと。まあその回答を答案用紙型のね。まあ回答例でですね。えまあこれ昨年のやつなんで、あのまたこれ根気用にですね。後でこちらね。今期用にまたこうえ改定いたします。けれどもねまあ答案用紙型の回答例で、まあこの辺やっていくという感じになってますね。ま、メイン問題集ですね。で、それから。 今度、丸三の矢島のスピードチェック講座ですけれどもこれはですねあのまあ年明けまあ試験の本当に直前期にこうやる講座なんですけれどもまあ矢島の促進インプット講座なんかできちんと本当にね大事なことをあの理解している。 ことを前提に最後に本当に記憶すべきことをちゃんとねその理解して記憶すべきことをあのちゃんと身につけているのかどうかってことを最終的にチェックするあの講座になってますね。まあ、これでえこのね即時イプト講座から続けてスピードチェック講座の方にこう流してもらえるとかなりねそのスピードチェック講座があの終わった時には相当な自信をねあのこのインプットの面では相当な自信を持ってまあ試験にこう臨めるんじゃないかと思うんですよね。まあ、特ににねね一生生こののの年に1回でで自分のこうね人かかかってるる試験ですからねなるべく最善のこう準備を をしてね試験にま望んだ方がいいんじゃないかなっていうことでねまあ、それであのこういう形であの講座をね用意してますそれから丸四のとこですがこれもあの試験あのこの直前のね試験のま直前対策講座なんですけどもまあ、矢島の最新格問山まて講座っていうことになりますねでこれ最新の格問をやる意味っていうのはどういうことにあるのかっていうとまあ、基本的にあの最新の格問を作った試験講座委員がだいたい今度ねその皆さんが受ける試験を作ってる可能性が高いんですよ試験講座委員も一気にこう まあ、たまにこう入れ替わりますけどね一気に全員入れ替わるわけじゃないから直近の過去問をまあ作った人がそのね皆さん今度受ける試験作ってるわけなんで、まあ、そういう点で直近のの過去問を見て、ね、こう試験の傾向を探るんですよねで要はどう,そのあどういう事項をどういう質でまあ聞いてるのかってことをね、まあ、直近のまあ過去問でまあ学んでねで採点実感なんかもしっかり分析まあすることによってでそれをやってない人と比べると、まあ、試験っていうのはあの 相対的なものですからね。100点満点で絶対値で100点取るは取る人じゃなくて合格するにはね。まあ、他の受験生との比較でまあこうね、えー、こうどこまでいけるのかっていう話なんで、まあ、こういう試験構想員が何を望んでるのか、直近の試験構想員が何を望んでるのかっていうことを分かってる人と分かってない人でではやっぱこう相対的にこうやっぱ点数に違いが出てくるはずなんですよね。で、そういう点であのちょっとでもこう有利にね、なってもらうためにね、直近の 各門をね、まあ、私の回答例使って、えーこうね、思考能力を磨いていくっていうのがねこれがあこの最新去問のパートですねあとは山手講座はあの実際ねそのこれまでの過去の去問の取材傾向から見て、まあ、今年はこの辺のところが出るんじゃないかなっていう山をね、まあ、私が張ってその山のね山手の講座をやっていくということですね。まあ、山がが当たったっ時はかかななななりねね大きなあこうね利益が得,れる得られるんじゃない,かなっていうには思ってます、ね、というわけでまあ以上この4つがねあのそのメインの、まあ、何これからやったらいいのかが分かんないっていう方はねとりあえずこう 1>, この1の矢島の促進プト講座そして2のまあ矢島の論文完成講座でまあさらにねできればこう3の矢島のスピードチェック講座とえ年明けになりますけどね3の矢島のスピードチェック講座と4のね矢島の最新加工山手講座まあこの辺のところセットでねこうやっていくとまあ確実に合格するのにね必要な力が身につけられるというふうになってますね。 必要に応じて,っていうことになりますけどこれはねもう皆さん各自一人一人の必要に応じてになりますがまあ丸ごとしてあの矢島の担当対策シリーズっていうことでまあ私の方で毎年こう担当のねまあ即進プット講座で基本的に基本知識まあ勉強まあしてるんでそこからねその漏れがあるようなちょっと細かいあの本当に担当でしか出なさそうなこのね担当用の細かいえその知識をま,あまた別に私のテキストを使ってね作ってあのこうやってるんですけどね矢島の基本知識プラステキストっていうのでやってるんですけども。 ま、そちらの担当用の講座ですね。で、これまあ予備試験用のやつも入ってるんですけど、司法試験との関係だったらまあ家族法ですね。これ。 とあとあの憲法の統治だけは唯一ねあの私が自分でテキストを作ってないんですよ他はここに書いてある講座全部で私がテキストを作ってるんですけど憲法の統治だけは、まあ、ちょっとこう、まあ、会社あ、まあ、一応私レックに所属してるっていうことを忘れないようにするために、まあ、唯一あのちょっとレックのテキストでねあの要は完全受験卓越六法って、まあ、レックが市販してるね市販本なんですけど、まあ、そちらの方であのやってますね憲法の統治はね、まあ、これも別にあの無理して、えー、取る必要はないですけどもしなんかどうしてもね担当がもう憲法の統治の担当が苦手だっていう人はね まあこれ利用するとまあ楽にあの勉強はできるようになってますね。あとまあ家族法の担当ね、えー、まあなんか家族法がなかなかあうまく勉強進まない、あと独学だとなかなか気分が乗らないとかね、まあそういう人でもあのこの講座をまあ利用するとまあ楽にね、まあ勉強ができるということです。そしてえ今度ねえ次ですが、これマ六はねこれはあの予備試験用なんでね実務基礎科目。これはあまり関係ないです。まあ要件事実のあの話とかあのここで <laughs> まあやってるんですけどね。まああの基本的にあの 要件事実に関しては民法あの矢島の促進プト講座の民法とかあと民相の事業をしっかり聞くことによって、えー、そういう要件事実的な、まあ、基本的な考え方は身につけられるはずなんでね、まあ、あの要件事実本格的にやるのはこの,この実務基礎科目の方でまあやってるんですけどね特化した事業やってるんですけどまあ無理してあのそちらは取る必要はありませんでそうするとね司法試験との関係では、まあ、こちらちょっと選択科目で労働法限定になってしまうんですけど、まあ、私が労働法選択していたものですからね労働法限定になっちゃうんですけど、まあ、労働法もし選択 されてる方は、まあ、この選択科目総整理講座っていう中の矢島の労働法ですねこれはまあ24時間で、えー、まあ3時間の授業が全部でね8コマあるんですけど、まあ、8コマのうち5コマがあのインプットの授業をやります私の方でまあつくあの作ってるテキストでねでこれあのいわゆる矢島の即進プト講座みたいな感じですね必修7科目でいうと一の矢島の即進プト講座みたいな感じそれをあの5コマあのやります私のテキストでね矢島の体系整理テキストでで。 それはの論文の過去問を使ってね、まあ、特にあの今後の試験に役に立ちそうな労働法のちゃんときちんとした思考能力を学んでもらえそうなその過去問をピックアップして、ね、でそれで3コマのところで過去問を使って。 えー、事業をやってますねそれはなんかどっちかというと矢島の論文完成講座、丸2のね矢島の論文完成講座に近いような感じですね。というわけで、まあ、この選択科目総整理講座の、まあ、矢島の労働法は、まあ、私の、えー、丸1の、ね、矢島の即終インプット講座と丸2の矢島の論文完成講座,が講座がちょうど合わさったようなね、まあ、そんな感じの講座になってます。でそれと、その丸7の今度、括弧コ2で、これ直前対策講座のですね、まあ、これちょっと、えー、タイトル、もしかしたらか、あの その時に変えちゃうかもしれないんですけど、今期の試験のためのスピードチェック労働法、まあ、これ、要はスピードチェック講座、あの先ほどの丸3の矢島のスピードチェック講座のまあ労働法バージョンみたいな感じですね、ただそれにかつあの山当て的な要素がまあ入ってね、ちょっとこの辺の,のところが今期の試験に出るんじゃないかというところをこうしっかりと中心的に、ねまあ、やっていくという、ね、そういうあの講座になってますね。であとはは、まあ、これはねあのもう えー、本当に趣味の問題ですけど最後ね丸8位で、まあ、矢島ゼミですねこれ毎年あの1月からあの、まあ、水道橋本校に来られる方じゃないとちょっと受講できないんですけどねこれ通信講座がないので、まあ、水道橋に通学できる方が限定なんですけど、まあ、毎週、えー、土曜日ね、えー、その午後ずっとあの私も受験生と一緒に付け根並べてもうまさに本当にもすぐ隣あるいは向かい側で一緒にこう6方と問題文だけ見て答案こう書いてねで私の書いた答案すぐコピーしてみんなに配ってであの、まあ、この時間でこう こういう問題を合格点取るんだったら、まあ、こういうところをこう、ねあのまあ、少なくても書くんだとかね、まあ、そういうことをやったりとかあとまあ個人面談ですね。えー、1人 まあちょっとこう時間取って個人面談毎回やってそのね各自の,そのまあ特性に応じたまあ勉強のね仕方のアドバイスをしたりとかまあその他あの私の方でいろいろレジュメ作ってきてねまああの毎回こう受験生の方にこう講義したりとかあとその理解や記憶をね口頭であのこう理解や記憶ちゃんとできてるかどうかっていうのを口頭でこうチェックしてまあ刺激をねこうまあ,ある意味え受験生に受けてもらいながらまあそこでなんとかこう試験のね直前までえこう行ってもらうって感じですね。月月月から本当にあのもう5月のねあのもう初頭あるいは4月の下旬 ですねまあ、試験の今2週間ぐらいまであのずっと1月のもう初っぱなところからね、えー、正月明けぐらいのところからやってるんですけどね、まあ、そんな感じのまあものになってますね。まあ というわけでね、まあ、何かこういろいろ今ね何を今後2021年の試験に向けてやったらいいのかが分かんないっていう方は一応ちょっとこういうね私の方で講座を用意してますので、まあ、一つ参考にしていただければというふうに思いますね。あとはまあもしあの講座を取らないで勉強したいっていう方はねいろいろインターネットとかで今ねあのどういう基本書がいいのかとかあの情報今,今いくらでもこうあるじゃないですか。あなのでまあそういうところでうまく情報収集してね、まあ、自分でまあ独学でやれる自信があるんであればね、まあ、それでやってもらえればいいと思いますね。で独学だととちょっとこう時間かか っちゃいそうだなと、まあ、早く1年でも早く試験にまあ受かりたいなっていう人はまあ講座をねいろいろ予備校の講座なんかを利用しちゃった方がまあ早いのかなっていうふには思ってますねじゃあそんな感じでですね、まあ、今回の私の講座紹介の方は終わりにしたいと思いますどうもご清聴ありがとうございましたまだ試験のね、えー、勉強の方ね是非頑張っていってくださいどうもお疲れ様です